久保さん僕椅子にしましょうかね椅子この椅子アーロンチェアだったかなアーロン違うかなんかちょっと有名なやつなんですけど13万ぐらいするんですよ僕椅子に13万払うっていうのがこれねなかったんですよなんかね椅子椅子なんて安いのだったら1000円とかあるでしょ 安いのね。あの、なんだ。なんだ、あの、テレビ番組の一流芸能、なんか、浜田さんがやってるね。あの一、三流芸人、一流、なんかあの、AB のやつあるんですけど、パイプイスとかね。パイプ椅子数千円じゃないですか。のこれ13万ぐらいするんですけど、これは僕ね、 あのまあ前職の会社に勤めた時にまあサポートスタッフでね入ったんですよ、うん、であのある時ねまあ社長にね「もうちょっと椅子買いに行くぞ」って言われて「はい」っつって新宿の新宿のヨドバシだったかな新宿のヨドバシかビッグビ,ビッグビヨドバシだな多分ねで行って いや好きなの選べみたいな。好きなのいいんすかみたいな。じゃあこれお願いします。3万ぐらいの買ったんですけど、僕の中では椅子3万って、こんな3万の椅子座っていいのさみたいなね。サポートスタッフの、しかも下っ端ですよ。下っ端の、下っ端の人間がね、3万の椅子座っていいのかなみたいなね。でもそこで社長が言ったのが、 なんかね、椅子大事だろうと。ずっと座んだからみたいな。いや、ずっと座って仕事するでしょと。椅子,椅子は大事だぞと言ってて。まあ確かにずっと座るな、みたいな。<laughs> 確かにずっと座ってんなっていう。だってこうデスクワークでずっと座るわけじゃないですか。確かにな、みたいな。まあそっからまあ椅子大事だなっていうのがすごくかん感じましたね。あのー、椅子にお金を払うっていうことは別に、あのー、いいことなんだっていう。そう。今までは、 いたかが椅子、椅子座,座れれば何でもええやんみたいな思ってたんですけど、なんかそれでちょっと、その椅子に対してのお金の使い方っていうのが僕は考え方が変わりましたね。ずっと使うやんと。ずっと使うものだったら高いのでいいので、の方がいいじゃないですか <laughs>。うーん。だからそれはすごくかん考え方が変わりましたね。うーん。そう。 だから、それから椅子は高いの買うようになりましたね。ずっと使うからと思って。うん。でもね、まあ僕の考え方の中では、その例えば、あの、まあ海外にね、海外に飛行機で8時間とか10時間とか20時間乗るんだったら、まだ僕は納得ができるんですけど、国内、国内の1時間とか2時間でファーストクラスとか、 乗るのは僕はそこにお金払うのはねあんまり気が乗らないんですよだって 1, 1時間とか寝たら終わりじゃないですかなんか <laughs> でもまあ本当にお金持ってる人とかはその1時間ですら何だろうなこういう考え方なんですよねいや快適に、えー、1その1時間を,をストレスフリーで快適に乗,る乗れるんだったらファーストクラス金使うみたいなまあ僕はその境地に行かない行かない行くのかな うーんまあでも年取ったらまた行くのかもわかんないですね。今は別にその、まあ寝れば1、2時間すぐやんみたいな。だから僕は飛行機に関しては、なんだ、LC しか乗らないんですよ。安いね。LC しか乗らないですね。でも、多分そういう人たちは LC 乗らないでしょうね。JAL とかでのちょっとビジネスクラスかファーストクラスか、まあなんかそうい,いいとこに座るでしょうね。 うんまあそれもまあいいんじゃないですか人それぞれなんでなん僕の中ではずっと使うものに関しては高いお金を払うべきだな僕は思いますけどねただ家とかもずっと住むじゃないですか、うん、であるならばまあいいとこの方がよ,よくないですかずっと住むなん,住んで車とかもそうで、まあ、僕は車あれも多分ね最低56年あの最低5年 まあ、長かったら10年また乗るかもしれないですけど、50までね。うん、じゃあ5年、10年一緒に共に過ごすんだったら、いいの方多いしっていう。うん、そう。だから、軽自動車っていう選択はないですね。僕は。くまあ、車好きっていうのもあるんで、あれなんですけど、走りを楽しむっていうところで、まあ、軽自動車で走りも楽しめるかもしれないですけど、やっぱ限界はあるんで、エンジンがちっちゃいからね。 うんまあ軽自動車の選択は僕はないですね。走りを楽しむ上で。限界があるねエンジンに。うん、だって6、どんなに作っても 660cc っていうのが基準なんで、軽自動車は。確か。うん、原付きも 50cc でしょ。だからバイクを楽しむ、うん、最大限楽しむんだったら、原付き 50cc で最大限楽しむっていうのは、結構難しいと思うんですよ。で、ね、300cc とかのわーみたいなやつの、絶対無理じゃないですか。<laughs> <laughs> うんそうだからまあお金に対してどこに金使うかっていうところはやっぱ考えた方が考えてちゃんと使ってった方がいいと思いますね例えばその久保さんが一番最初は塾入った時もうんそれを高いと思うのかいやこれね30万40万払っても 100万稼ぎに行く、月間で100万稼ぎに行くっていうことを想定した場合、年間1200万、えー、3年で3000万以上じゃないですか、3000万以上金稼げるっていうところを目的地に置いてるであるならば、その目の前の30万、40万って高いのかっていう話ですよね、でも多くの人は目の前のお金が高い、高額、詐欺だみたいになるわけじゃないですか <laughs>、ね。 うんまあ結果的に久保さん3年で1億ですからその30万40万なんかも貸すみたいなもんですよね <laughs> だから何だもん、ね、やっぱ考え方と使い方っていうのが結局その得られるものが変わってくるんじゃないかなと思いますね考え方と使い方次第で得られるものが変わってくるっていう話ですね僕もこれ買ってすげえ得られるものが全然違いますパイプ鉄のパイプ椅子 安い数千円のパイプ椅子でさ、ったちょっと得られない価値をまあ毎日座らせてもらってますけど非常にこれはこれ多分ね10年ぐらい使うんですよ多分10年以上使うかな多分うんいいっすよ <laughs> うんそう だからそのヒカキンさんも言ってたんですよね、ヒカキンさんのなんか買い物術みたいな、3回ぐらい真面目にヒカキンさんが話してるやつがあるんですよ。で、ヒカキンさんも当時ね、あのまだ YouTube でその、全然まだ、うん、ちょっと稼げたぐらいですよね、ちょっとチャンネル登録10万人ちょっと行ったぞとか、ちょっと行ったとか、それぐらいの時もあも、できる限り自分がえる、買える。 自分が買える最高峰のを買うっていうねでそれは何でヒカキさんが言ってたのがじゃ何でその自分の中の買える中での最高峰を買うのかっていうとなんかその美容師さんのお話をしていてそのなんか美容師のハサミが30万40万するの使ってる人がいてその。 うーんその人もお金なかったんだけども成功もしてないんですよ成功もしてないしお金もないけども30万40万とかねすげえいいハサミを使っててなんでかっていうとこのハサミで俺は飯食っていくわけだからこの、ね、商売道具にケチってたらね、うん、成り上がらねえぞとねこれこのハサミ1本で飯食っていくんだからここにお金使わずどこに使うんだとで 最高峰のハサミを使って、結果的にその人はなんかすげえ成功したらしいんですけどねでその話をなんかヒカキンさんが聞いてで買い物する時はできるだけ自分が今買える中の最高峰を買っていくっていうこれね結構真面目に話してるの3パターンぐらいあるんですよ毎回その爆買いするときにまあ最近は多分ないかな2年に1回ぐらいなんかその真面目な話があるんですけどヒカキンさん <laughs> いい話ですよ あなんかいいなぁと思って聞いてましたけど、買い物ヒカキン買い物術みたいな。本当ね、大事ですよで。結果的にヒカキンさんって、まあ、すげえ成功したじゃないですか。うん。そうだからやっぱお金の考え方と使い方ってすげえ大事だと思いますよ。まあ全員がね、うまくいくわけではないんだけど、そっちの方が要は得られるものがやっぱ違いますよね。 お金がなくてもその中でも最高峰を買った時の得られる価値ってんだろうな自分の中でもんだろうなモチベーションだったりとかなんかそ,のそこに対する思いですよね頑張ってこれ,かこれでまた頑張ろうみたいなねただそのハサミに関してもねこれで飯食っていくのにくすいいねなんかお金がないからってくす安い節約してねやってたらその美容師さんも多分 成功でできなななかかったんんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そういう思いですよね。思いが乗っかるというか、うん、俺はやるんだぞみたいな、これで飯食っていくんだぞみたいな、そういう気持ちが結構大事ですよね、多分ね。で、そういう気持ちにさせてくれるのも、そういうお金の使い方をしたからですよね。そういうお金に対してそういう考え方だったりとか使い方をしたから、まあ、そういうのを得たんじゃないかなと思うんですよね。うんでも多くの人ってまあ そこをねやっぱ勉強してないしそういう考え方じゃないんですようんまあこれね本当ね教えてくれないし学校で教えてくれないし親も教えてくれないんでそのお金の使い方お金に対しての考え方これね勉強するしかないんですよ自分ででもこれ一番大事なんですよお金の使い方ってうんお金の稼ぎ方も勉強しないといけないんですけどね でも使い方もすげえ大事で、使うときの考え方、使うときの考え方だと使い方っていうのがすげえ大事ですね。要は、使うことによって得るじゃないですか。何かを。これもそうですけど、お金を使うことによってこのマイクを得るわけでしょ。で、これも、このマイクも3万くらいしますけど、別にずっと使ってるんで、これも多分ね2、2年くらいは使ってると思いますね、もう。これ多分ずっと壊れるまでこれ使うんで。 でも最初からここじゃなかったですからね。最初からこのマイク3万ぐらいのマイク使ってるわけじゃなくて、最初はこれ iPhone なんですよ。これも使ってました。いっぱい。これもいっぱい使って、いっぱい使って、あっ、みんなの銀行、久保さん、入金ありましたね。みんなの銀行。みんなの銀行も使うとお金入ってきますね。<laughs> みんなの銀行入ってますよ。はい、今日もありました。 だから使わないとね、ダメじゃないですかね。うん。あと、まあ、使うときの考え方ですよね。どういう考えでそこにお金を使ったのかっていう。だからさ、塾入るとかコンサル入るのも、どういう考え方で使ったのかなんですよ。なんか、そこに入ったらね、30万払ったら俺は儲かる。入っただけで稼げるっていう、なんだ、使ってる現象は一緒なんだけど、30万払ってる現象は一緒なんだけど、考え方が違うんですよね。 そこに入れば稼げるみたいな。それはね、多分ね、無理ですね。<laughs> やんないから <laughs>、ね。入って満足ですからね。<laughs> ああ、入ったみたいなね。お金払ったみたいな。はい。入ったみたいな。いや、これはね、ほんと勉強した方がいいですね。うん。やっぱ得られるものは。でも、でもね、最初からそこは無理ですよ。徐々に徐々にっていう。僕も結構ね、もう。 そうだって自転車も去年か自転車も30万のチャリ買いましたからね30万のチャリ <laughs> 僕は30万のチャリってそのイメージわかんなかったですよねそのなんか生きていく生きてる中で30万のチャリを買うっていうのはまあ、想定外ですよだけどそれも何だろうないろいろ考えた結果うんいやずっと使うしなみたいなうん てかずっと使いたいなって思ったし。まあ、あとは僕は動画のネタにもなるんで。うん。でも実際買って良かったなと思いますね。30万のチャリ。今ちょっと寒くてね。あんま乗ってないんですけど。また春とか夏になったら乗りますけどね。そう。いや、すごいです。やっぱね、あの、ブレーキがね、すごいんですよ。ブレーキが <laughs>。30万のチャリになるとブレーキが。 あのゴムのブレーキじゃないですからね。ディスクブレーキですから、ディスクブレーキ。なんかあの、バイクみたいなブレーキなんて。<laughs> まあ、あとね、軽いし、うん、まあ、で僕、デザインも気に入ってるんですけど。う,ん、そうでも、最初からじゃあ30万のチャリ変えたわけじゃないですけどね。うん。徐々にそのステップアップしてじ、なだか、ヒカキンさんの話がいいんじゃないかな。い今の自分の、 許容範囲の中で一番上を買っていくっていう許容範囲ですよ、うん。だからなんか、ヒカキンさんが言ってたのが、その一番当時、なんか、あの、パソコンか、パソコンもなんか、一番いいの買ってきてね、当時はその、お金なかったから、買ったんだけど、その、あの、電車にこう、こんなでかいね、パソコンを抱えて、なんか、運んできた、来ました、みたいなね。 まあ今はね、注文して、こう、届くみたいな話ですけど、ね、前はなんか、移動費とかね。移動費は決めるみたいなね。もう抱えて、抱えて、持ってくみたいな。でも、このものはいいみたいなね。前こ今度はもう言ってましたけど、うん。そう。うん。はい。な感じかな。はい。いってらっしゃい。